こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回は新高校アスレテース高校の最後の新キャラトーチセイカーについて皆さんと雑談できればいいかなと思います。で、最後にね、全キャラ出ていますので、そのおさらいをね、一緒にできればいいかなというところです。よろしくお願いします。ということでですね、皆様、トーチセイカーついに持っている金徳、そして上限の有無が発表されましたね。で、今右か左に出ていると思いますが、こちらですということで、野手の場合はヒートアップ、そして洗礼の一撃、投手の場合は完全燃焼と先手必殺という金徳2個取りのキャラになっています。ただし今回は上限なしの彼女ということになっています。なので、今までね、上限持っていて金徳2個持ちの彼女で合わせとかいたんですけど、今回は上限なしので、おそらく文言を見る限り2個目のコツに関しては取れない場合があると、1個になる可能性があるというキャラクターになっています。で、これを見た僕の印象ですね、ちょっと期待していたものと違うなと。で、期待していたものって2つあると思うんですよ。まず1つ目が金の特殊能力のどちらかに電光石火があること、もしくはストライク送球があること。で、もう一つが、やはり上限を何かしら持っていて、プラス金徳2個が取れる可能性があるキャラっていうのが、みんな求めていたかなっていうのと、僕自身が勝手に求めていたところも ありました。で、今回は上限なしということで、そうなってくると、合計でこの聖火ちゃんから得られる査定値っていうのが、そんなに高くないんじゃないのかなっていうところで、そのアスレテース高校での、強いメリットがない限りは、もしかしたら使わない可能性もあるなというのが、今現状で思っている次第です。このあたりはね、皆さんからもぜひコメント欄で、どう思われているかコメントを一緒にいただけたら嬉しいかなというふうに思います。で、金の特殊能力もざくっと分かったところで、他のね、イベキャラたちとの比較で、じゃあどのキャラが一番強そうで、どのキャラ確保しておけばいいのかなっていうのを今のうちに想像しておいたらいいかなっていうふうに思っております。画面上の全体に一キャラずつ並んでると思いますが、で、この中で最も優先するべきだろうなというのは、やはりストライク送球持ちのつかみリフター君で、次いでともえちゃんですね、肩と守備上限両方という、この二人が一番手になるんじゃないかなというふうに思います。で、リフター君に関してはやはりストソーもしくは高級筆談も選択として選べるので、結構幅広く使えそうかなっていうのと、筋力と肩練習っていう、2種連持ちで、しかも持っているキャラクターが少なそうな得意練習に割り振られているというところもあって、結構使うんじゃないのかなって勝手に思っていたりはします。で、そのおそらく姉妹なのか兄弟なのか、つかみともえちゃんの方に関しては、肩と守備上限と。で、肩に関しては、当然、リフターとか、あとは、アメティとか、いろんなキャラクターがいるので、そんなにこう、特筆するとこはないかなっていう感じはしますが、やはり守備の上限ですよね。守備の上限のところは、キャラクター自体が少ないので、こういうキャラがね、入ってきてくれると、こういうキャラが入ってきてくれると、結構使いやすいのかな、というふうに思います。で、金徳自体は恐怖の真似というところで、確かに、どうだろうなっていうところはあるんですが、2種上限というところで、上限に関してはもう金徳が外れるとかはないので、当然、いい形かなというふうには思います。なので、結構この2人が、押されているのかな、現状はっていうところですね。で、時点で当然、そのカイル君と、あと今回発表されたセイカちゃんが来ると思うんですけど、正直、セイカちゃんに関しては、金徳の2個取りがどれくらいの獲得率でいけるかっていうところが焦点になるかなというふうに思います。で、いろんなこう2種条件キャラクターが、マーマネとか、おそらく826ナンコちゃんもそうですし、今回のともえちゃんもそうですし、結構2種条件のキャラが増えてきて、この未来的にはやっぱりその上限を102で揃えた上で金徳2個取りのキャラを取る方が、金徳査定としては高まってくるかなっていうところはあるので、この聖火ちゃんに関しては、現状パッと見はそんな強そうではないなっていう印象はあるんですけど、やはり固有キャラ、そしてシナリオ彼女っていうところと、金徳の2個取りがどれくらいの確率で成功するか、結構高めの成功率であれば普通に使う可能性もあるなというところなので、今のところ判断は、どうだろうなっていうぐらいの感じだと思われます。で、カイル君に関しては、カイル君に関してはやっぱりその
持っている得意練習が走塁と守備ですか、まあブラックとね同じようなところになっているので、まあ、そこを重ねた方がいいのかバラした方がいいのかっていうところにはなるかなというところです。で、走力の上限をね誰で入れるのっていうのが結構まだ見えてないところもあって、僕自身ね、まあ縦足とかを今検討はしているんですけど、まあそういうことも考えたりとか、あとは結構後イベにねすでにまあリフター君と例えばブラックとか入れたらもう後イベ結構詰まってきているので、まあそういう意味ではマイベの走塁守備、そして便所ボーナスをもう明らかに持っていそうな姿勢、このね陸上のスタートみたいなところをしているのを見る限りは、まあカイル君もまあ使わないってことはないんじゃないかなと勝手に思っていたりはします。なのでまあ本当にこういろんなこの自分の中の頭の球をね、こう皆さんの中の頭のこう質問を、まあ解く鍵としてはやっぱり、まあ、この動画が上がっている日の、夜かな、おそらくに、まあヒカルさんの生放送があるので、それを見るのがいいんじゃないのかなというふうに思っています。で、僕自身はまあそのどういう高校のギミックでどういう点数の取り方でとか、こう自分の中で質問になっている、こう疑問になっていることを結構書き出していて、もうすでにノートとかに書き出して、まあ、それを一つ一つ潰していけば始まる前にいろんな準備ができるかなと思っていて、まあそんなことをやったりとか、あとはまあどういうイベキャラがやはり使えるのかっていうのが重要かなと思います。やっぱりまずデッキをどういうデッキを組むかが本当にスタート地点で最も大事だし、まあそこに尽きると思っています。まあいろんな高校のね、こうギミックと適性のあるキャラを見つけ出すのが、まあ、うまいサクセスをする、まあ、7割8割ぐらいを占めると思うので、まあ、そのあたりを見極めたいなというところですね。で、それをするためにもやっぱりその高校の中身がどんなことか、まあ、どういうものが必要なのかっていうのはすごく見極めが必要かなというところで、まあ、それをするためにもね、ちょっと僕も目を見開いてまん丸くしてちょっと聞きたいなというふうに思っております。で、まあ、現状は今全員出た中で、まあリフター君を使うんじゃないかなっていうところでありますので、まあ国樹代わりに入れますけど、後指で肩なんで、まあこんな感じの組み方をするのかなというふうに思っています。で、リフターが肩の上限なので、あと守備と走塁とっていう風になってくると、結局まあ合わせ使うのかなっていう感じにはなってます。で、合わせを使えばおのずと、まあ、ブラックがねこんな感じで入ってこれるので、まあこれにまあ誰かっていう感じはしますよね。まあ走塁上限ので、走塁上限に関しては、まあジャギ入れてもいいけどな、正直これブラックとジャギ併用してもいいかなっていう風にも思っていたりします。まあブラックとジャギを併用することで、まあブラックの方はその少しは重たくはなるんですけど、牛若丸取ったりとかまあしながら、やっぱりそのジャギのね、まあ強いタック、筋力と敏捷両方をねカツッと入れてくれるっていうところも、初強化なところでねどういう感じになるかわかんないですけど、まあ、組み方的にはこんなのがありなんじゃないのかなと。まあ得意練習もばらけていますし、まあ今のところ再起が抜けているので、打撃が2で筋力も2ですね。国樹が肩一種連なんで、でまあメンタル1っていう感じで結構ばらつきもできているしっていうところですよね。で、ジャギと当然合わせに関しては祝福は被っているんですけど、まあ正直合わせの成功率は大したこともないので、まあそこはそんなに考えなくてもいいのかなっていうふうには思っていたりします。なので、まあ個人的にはこんな感じのデッキを組んでまあいくことになるのかなと思いながらも、まあ他の案としてはね、やっぱり、友沢とか、まあそれこそ今入れている国樹をストライク送球の枠で入れて、で、あとは、ともえちゃんですよね。ともえちゃんをうまく刺すような形もありかなという感じです。まあ、マイベの打撃になるので、まあ、イベの打撃。カンパチとか入れると、まあ分かりやすいかな。はい。まあこんな感じの得意練習の分布にはなるのかなというふうに思っています。で、スト層を、まあ入れようってことであれば、まあそれこそ、例えば、まあ友沢入れたりとかね、今入れてる国樹でもいいですし、結構こう幅広く分けられるかなって、まあここは国樹の方が適性あるかな。ここは国樹の方が適性あるかな。補給の条件抜けますからね。なので、まあこんな感じの構成もありかなというところです。結構こう、いろんなね、デッキ案とか、自分の中で何か疑問になっていて、どう動いたらいいかっていうのは、頭の中でね、こう、少しずつ形成できつつはあるので、あとはもう本当にその、自分がね、立てた仮説ではないですけど、まあ、それが合っているのか、間違っているのか、間違っていればどう修正していけばいいのか、なんていうところを注目しながら、ちょっと今日見ていきたいなというふうに思っております。で、またね、その、こう、自分の中の所感、まあ、結局、どういう感じでしょうねとか、
まあ、こうだろうなっていう過程みたいなことは、まあ、動画の中でお話しできればいいかなというふうに思っています。だから結構ありがたいことに皆さんにね、まあ、僕が思ってることとか、あとは、ま、デッキアンとか、まあ、いろんな、こう、動画を、雑談動画ですね、を出させていただいてるんですけど、ご好評いただけているかなと思っているので、まあ、積極的に、僕自身も、ま、いろんなことを話していけたらいいかなというふうに思っています。で、それプラスね、あとはやはりガチャがどういう形式でね、来るのかなっていうのは、すごく重要かなと思っていて、まあ、デビューガチャはね、なかなか全員を、こう、レベルアップさせていくのは、まあ、難しいような気もしているので、あとはね、狙いキャラのね、リフターくんとかともえちゃん。まあ、この二人が、まあ、個人的には、まあ、出てほしいなっていうところはあるので、まあ、そこを狙いつつ頑張ってやっていけたらいいかなというところです。あとはね、29日にね、スタートダッシュ決めれるようにね、頑張って、こう、いろんな妄想とか、いろんな想定とかをしながらね、やっていけたらいいかなというふうに思います。ぜひぜひ皆さんのご意見の方もいただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。